ここで今日のぞみさんにはお手紙を書いてきていただきました。かけがえのない愛情、これまで支えてくれたご両親へ宛てたお手紙です。たくさんの祝福、そして家族のぬくもりに包まれた今、結婚というスタートライン上に立った今だからこそ、伝えたい気持ち、送りたい言葉、お読みいただきましょう。手紙なんて照れくさくて、ちゃんと読めるか不安ですが、今の気持ちを伝えたいので最後まで聞いてください。お父さん、小さい頃はよく怒られて、私の中ではちょっと怖いお父さんでした。大きくなってからは昔のように怒られることもなくなりましたね。私が仕事のことや一人暮らしのこと勝手に決めてきても何も言わず、でもきっと私のことを信じて見守っていてくれてたのかなと思います。いつも家族のために朝早くから毎日お仕事お疲れ様、私と甘味がいつでも帰ってこれる家を守ってくれてありがとう。お父さんの親父ギャグの相手をするのも疲れる時もあるけど、家の中がいつも明るいのはそんなお父さんのおかげなんだよね。お母さん、26年間大切に育ててくれてありがとう。今日までたくさん心配も迷惑もかけてごめんね。優等生ではなかったし、自慢の娘にはなれなかったね。この年になり、その頃のことを思うと胸が痛みます。それでもいつも味方にいてくれて、私が泣いてる時は抱きしめてくれたよね。たくさん支えてくれて、助けてくれて、本当に愛されてたんだなと、ありがたみでいっぱいです。二人の娘に生まれてくることができて、とても幸せです。今日は、ここに来てくださった皆様のおかげで、私は一つ大きな夢を叶えることができました。今は幸せな気持ちでいっぱいです。塩見家のお父さん、お母さん、昔からいつも変わらず優しくしていただいてありがとうございます。常識知らずで世間知らずな私ですが、どうか末永くよろしくお願いいたします。